来到 Z Fashion， 我是东京的主持人杨子。今天我们来到的是离元素车站十秒钟的一条商业街。那在这条路上可以看到很多服装店、杂货店，还有很多小吃店。来到这里逛街的人都是非常的时髦又有个性哦。像杨子小学的时候也是特地为了来这里购物，还特地准备好新衣服呢。因为这里是日本年轻人最流行的发源地。こんにちは。めっちゃ斬新ですね。そうですね。でもまあ最近から伸ばしてるんですけどね。あ、そうなんですね、はい、どれくらいかかるんですか。1年、今半年ぐらいですかね。半年。ちょっとカッティングはしてるんですけど。自分で。あ、もちろん。すごい。お名前ですか。あ、荒垣浩平。浩平さん。はい。はい、今日お買い物ですか。あ、そうです。この後ちょっと、いつも行くお店に。はい。どこ行くんですか、いつも。いつも渋谷の方で。渋谷。はい。なんか好きなブランドとかありますか。基本ブランド着ないんで、あのヴィンテージとかああいうのが好きで。はい。いいですよね。ヴィンテージだったらどこがおすすめですかね。まあ一応、まあアメリカものだったら原宿のベルベル人とかの方がたくさん量はあると思うんですけど、まあ僕いつも、まあ自分も着てるものもそうなんですけど、スペシャルのものがあるのは、トロってお店で。トロ。はい。そこで、今年アロハっぽいの多いですよね。そうですね。まあアスカジャンとかね、ああいうちょっと派手なもの、アフリカンとかそういうのが多分盛り上がると思ってるんで、まあ自分も取り入れようかな。アフリカンのスタイルってどんなんですか。アフリカンパンツだったらやっぱり、柄物のイメージと、あとはターバンとか、ターバン、あとはサンダルでもちょっとビーチサンダルじゃなくてちょっとこう編み上げみたいなものとかっていうのは多分流行ってるんじゃないかなとは思うんですけど。なるほど。ニートで。ニートで。この夏やってみたいなんかファッションあります。まあ基本やっぱりアフリカンは取り入れようかなとは思ってますし、まあそれの中で、まあ自分の中で好きなものしていけたらなぐらい、何でもトライしようかな。あ、フリですもんね、ファッションね。ですね。まあ着ればいい、なんとかファッションになると思うんで、はい。はい。この夏ぜひ楽しんでください。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。